パスポートカードとは、パスポートと同様に、政府か、それに相当する公的機関によって発給され、外国に渡航する国民にその国籍及びその他、身分に関する事項に証明を与えて、外国官庁に保護を依頼する渡航文書である。その使用は、パスポートと同じく、国際民間航空機関によって規定されていて、 記載者の生体情報を含めて機械読み取り式となっている。これはクレジットカードと同じサイズになっているので冊子上のパスポートより扱いやすい。なお、その発行手数料は比較的に外して低額である。パスポートカードは欧州経済領域加盟国間でパスポートの代わりに一般的に用いられる国民 ID カードに習う目的で発行されている。 つまり、パスポートカードは、ある域内での渡航を目的に発行されているので、その効力は限定的である。パスポートカードのサイズの仕様は、ICAO 発行の9303文書に記載された ID-1 に準拠している。パスポートカードには、人間の読める情報と、機械を見取り可能な情報が印刷される。後者は、 パスポートの身分事項ページと類似の書式により、カード裏面の機械読み取り領域に OCR 文字列で印刷される。MRZ は IP という文字列で始まる。これは、パスポートカード用に ICAO により指定された文字列である。なお、P は MRZ 標準では意味を持たない。ついで、発行国コードと所持人の氏名が印刷される。 アメリカでは、西半球都公イニシアチブの発行により、旅行者が、身元と国籍の双方を確認できる、単一の文書を所持することが求められて、従来の冊子体のパスポートに比べ安価であり、携帯性に優れる文書のニーズが生まれたことに、対応して、国務省が、同国の国民へのパスポートカードの発給を決めた。これは、領事局が列挙する、通用国、 地域とアメリカとの陸交通、海路での出入国の際に有効であるが、空路での出入国の際には一切使用できない。国務省は、航空旅行を含む幅広い用途における、カード様式のパスポートの設計は9、11後の、脅威の増した状況に対処するために、民間航空の保安及び、渡航文書の使用を強化するという国際的かつ、 広範な努力を阻害しかねない。と表明している。同国のパスポートカードは、以前は国民アクセス安全保障サービスカード、またはパスカードと呼ばれていたものである。前述の法律の要件を満たす新しいパスポートカードには、陸路の国境検問の効率を向上させるために、同国政府のデータベースに紐付けられた1位の ID 番号を、 MRZ 内に格納した非接触読み取り可能なるフィードタグが内蔵されているが、そこに個人情報そのものは記録されていない。パスポートカードの様式は、同政府が制限付きという条件で同国に入国しようとするメキシコ国民に発給する国境通貨カードとほぼ同一であり、主な相違点は背景の文様及び表題である。発給時には、 国境検問所への提示時以外に情報が不正な目的で読み取られることを防ぐ目的で電波遮蔽ジャケットが一緒に提供される。なお、このパスポートカードは L-1 アイデンティティ、ソリューションズにより製造されている。同国ではパスポートカードはリアル ID 法の下で同国内の航空旅行や連邦政府建物への立ち入りなどの連邦法上の用途にも使用できる。 ことから、同法の義務付け規定の発行後には、州の発行する運転免許証や身分証明書が、同法の要件を満たさない市民にとって、魅力的な選択肢となり得る。運輸保安局は、パスポートカードを、空港の保安検査場での提示が認められる、本人確認書類の一つとして規定している。パスポートカードは、米国内外において、 市民権の有効な証明及び本人性の証明のために用いられる。市民権移民業務局は従業員就労資格確認書の作成手続きにおいて同国のパスポートカードの使用を認めると発表した。パスポートカードは新たに雇い入れられる者が就労資格の保有を示すために提示する文書のうちのフォーム I-9 の記入時に被雇用者が本人性と 就労資格の双方を証明するため使用する文書であるリスト A に含まれると考えられる。なお、同国内の他の公的機関や企業などが本人確認書類としてパスポートカードを受け付けるかどうかはばらつきが大きい。発給申請は2008年2月1日以降に受け付けられ、発給は同年7月以降に行われている。 2010年3月時点で270万枚以上のパスポートカードが発給されている。有効なパスポートを所持している成人はパスポートの更新としてパスポートカードの発給を窓口または郵送で申請できる。つまり、同国の市民及び国民はパスポートカードとパスポートの双方を所持できる。さらに、これらのいずれかを所持していれば、 有効期間満了時に他方更新扱いで郵送申請できる。なお、年少者がパスポートカードの発給を希望する場合は必ず窓口で申請しなければならない。発給手数料は領事局によって定められている。パスポートカードの有効期間はパスポートと同様に16歳以上の成人は10年、16歳未満の年少者は5年である。 ルフィードタグ内に格納されている、識別番号は暗号化されている。表面には、同国の国章である、白頭足をあしらい、ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ・デパートメント・オブ・ステート、との文言を、小さいが明瞭に読めるフォントで配置した上で、その周囲に、同一の文言を、マイクロプリントで反復して配するという複雑な、多層のホログラムが使用されている。 面上の情報の大部分は、黄範印刷により印刷され、垂直な USA の文字列と所持人の青年月、P 及びレーザーにより刻み込まれたメインの顔写真画像の下部の英数字列は特に盛り上げが施されている。顔写真の右側に、所持人指名中の様々な文字を組み合わせて、その顔写真の陰影を表現した、より小さな第二の顔写真が配置されている。 カードの左上部には、建国時の独立13周を表す13本の矢を掴んでいる、白頭足と1ドル紙幣の裏面にあるオリーブの枝を、想起させるような刻印が、顔写真と部分的に重なる形で、浮き彫りされている。裏面は、様々な色彩とマイクロプリントに富む円滑で、折り合わせられた曲線からなる。また、パスシステムの印が、 色彩変化インクで印刷されている。同国のパスポートカードは、陸路、または、回路で、ここに列挙される国、地域との出入国審査の際に通用する。アイルランドでは、政府は、当初は2015年6月中旬での、パスポートカードの導入を告知していたが、大幅に遅れて2015年10月5日に、パスポートカードを導入した。 アイルランドのパスポートカードは18歳以上の同国民に発給される。限定された渡航先以外や航空旅行でも使用できないと言明する文章を有するアメリカのパスポートカードと異なり、アイルランドのパスポートカードは渡航する方法や地域を制約する、いかなる文言も有していない。しかしながら、それは EA 内の国々によって、 出入国を承認されてきているとして宣言したに、過ぎず、そのわずか数日後に、スイスがそれを渡航文書として承認したと公表された。アイルランドのパスポートカードは、旅券と同じ書式を持ち、EEA 内の国民 ID カードと同様に、大抵の欧州諸国で渡航文書として通用するように起とされている。また、アイルランドのそれは、 いくつかの他の欧州連合諸国の法律が、そのような、身分証の類に合致しており、その国々における身分証明書としての役割を果たす。ICAO は早くも1968年には、機械を見取り式パスポートカードの準備作業に取り掛かっていたが、アイルランドは、その最初の国の一つであり、外務、貿易省大臣のチャールズ・フラナガンは2015年の、 パスポートカードの導入で、その新規性と有用性を強調した。他の EU 加盟国で発行される国民 ID カードとは異なって、アイルランドのパスポートカードは申請者が有効な、パスポートをすでに持っていない限り発行されることは、ないが、パスポートに比べて使い勝手が良い大きさで長く、通用する様式であるので、EU 諸国の国民 ID カードに似た目的も果たす。 アイルランドは国民 ID カードを発行していないので、大抵の EEA 諸国とは違って、アイルランド市民には EEA 内での旅行時にパスポートやパスポートカードが必要になる。同国のパスポートカードは機械読み取りができるように最適化されており、また偽造を困難にするかそれ、自体を誤らせるように偽造対策が施されている。カードには記載された 所持人の情報が格納されたルフィードタグが内蔵されている。正式に認可されていないものが間接的にルフィードタグ内の情報を読み取るのを防止するために身元情報が格納された MRZ 領域には認証機構が備わっている。この保護機構は基本アクセス制御として知られている。表面にはエラ、アイルランド、イルランドとパ、パスポート、 パスポーの文字列が光の入射方向によって単力から金赤まで色彩が変わるインクを用いて印刷されている。面の背景には複雑なケルト模様が描かれており、エーラ、アイルランドの単語が図柄の一部として EU の公用語として載せられている。身分証明写真が白黒海帳で特殊加工が施されたポリカルボナート状にデジタル印刷されている。 同国の国章であるケルティックハープが写真の右下部にホログラムとして重ね焼きされている。裏面には短冊部にホログラムの所持人の肖像が配されている。アイルランドに拠点を置いてその開発を支援したセキュリティ印刷会社 DLRS によればホログラムが公文書に使われたのはこれが最初の事例である。 このパスポートカードは2016年3月にルーマニアのブカレストで開催されたコードセキュリティ印刷欧州会議で最優秀域内 ID 文書を共同受賞した。ありがとうございます。